はい、皆さんこんにちは。薄いスペシャルです。またやってしまいまして、テイク2ですね。テイク1の模様はじゃーん、こちらです。こんにちは。ですね、マイクがセットされてなかったという、ちょっとね、今日もあのカメラマンが友塚くんということで、僕もね、全然気がついてなかったんですけど、ということで、薄いスペシャルです。ここは北九州はですね、小倉、福岡県北九州市ということで、友塚君、質問ですけど、小倉のなんか北九州の発祥の名物をなんか3つ答えてください。友塚君、北九州出身ですよね。北九州出身ですね。明日もバッチリだと思いますよ、皆さん。とりあえず野球うどん。あ、野球うどんね。あとは、あれ、あと、じゃあ僕が答えていいですか。あ、僕もあの北九州出身じゃないんですけど、はい、ここからちょっとあの電車で30分ぐらい下ったんですね。行橋市とかあっちの方なので北九州は詳しいんですけど、あのバナナのたたき売りが文字ですよね。それとあと、これ知っとったかな、パンチパーマ。え、パンチパーマ八幡なんですよね。あ、そうですか。まさしく北九州という感じでそういうね、ちょっと硬派な街からお届けしておりますが、ですね、アコギシリーズもあと2回ということで、ブルースシリーズで特化してやってきたんですけど、あと2回でね、なんとか、先週 G という、今日ちょっとカメラがね、斜めにあるんですけど、まあ大丈夫ですけど、G ということで、こういう、っていうのをやったんですけど、もう少しね、音楽的にこうね、なんかやってみたいなということで、ベースラインをもうちょっと動かしてみようということで、今日もね、イントロとかターンアラウンドっていうのは次回、来週ね、仕上げの時にやりたいんですけど、パターンだけをいきたいと思います。まず G の3コード、これ3コードっていう概念はね、あの口を酸っぱくして言ってますけど、1度4のコード、 G と C と D ですね。これはキーが変わってもそれになるので、例えば C だったら F と G とか、A だったら D と E。これね、数えてみて、 A、B、C、D、E、このね、1度4度コードっていうのが3コードの概念になりますんで、あのそれでいくと、まず G、 前回はこう6スのね、音を、まあ、言いにくいんですけど入れたんですけど、ちょっとね、今回動かす音だけ弾いてみますね。これにリズムに、まあ、シャッフルなんですけど、シャッフルっていうのは跳ねたね、ビートなんですけど、それで、こっちの動かす音がですね、すいません、こういうちょっとね、ベースでよくこうとかね、ベースラインでなんかいろいろね、あるパターンをで、これでちょっと絡めてやってみますと、するときにこのね、ベースを弾くんです。アップはですね、こいつで映ってると思うんですけど、まあ、1、2、3弦ぐらいをちょっとこう、このパターンですね。もう一度いってみます。1、2、3、4、C に行くんですね。
1,2,3,4 どうですかね。4弦開放、6弦2、5弦開放、5弦2で、C このね、まあこれちょっとターンラウンドの流れなんですけど、ダン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 で、まあターンラウンドのフレーズが入るんですけど、ちょっと C まで続けていいですかね。さっき C が出てきた時はっていう形だったんですけど、このね最後の4小節の部分はちょっと違いますんで、D7 からやってみます。C はね、こう折りますね。もう一回いきます。 1,2,3,4 大丈夫ですかね。ちょっとね、一通りもう一回いきますね。 G、ゆっくりいきます。 1,2,3,4 が出てきました。 G7 ってここに移って、ここも7なんですよね。だからこうですね。マイクミスがちょっとまだ動揺を隠しきれてない感じがあるんですけど、大丈夫ですかね。ちょっとね複雑になったんですけど、これね、こっちの動かすのが難しいというよりこっちの当て方ですね。こうただ普通にこうどっか支えてこう、そうするとねなんか迫力ないので、そこの弦を当てちゃう。少々ね、2つぐらいなっても大丈夫ですよ。ということで、ちょっとね、難しくなってきたんですけど、次回ね、来週はいよいよ、最後、アコースティックシリーズもシーズン3かな、多分3だと思うんですけど、まあ一応ね、終わって来週でまとめたいと思うので、また来週もお付き合いくださいということで、来週はバッチリやりますんでよろしくお願いします。じゃあ、薄井でした。